様ありがとうございます。思考学園の神の子の皆様ありがとうございます。なお本日初めてこの動画見られる方にも心から感謝いたします。ただいまから私がお話しさせていただくテーマは5つのしつけです。こちらにボードを用意させていただきました。一度動画を見られている皆さんも私と一緒にこの5つのしつけをさせていただきましょう。ご一緒にお読みください。5つのしつけ。1、ニコニコする。そうです、ニコニコしてみてください。2、うなずき相づちを打つ。話を聞くとき、話される相手の方へ対する大切な思いやりがうなずき相づちを打つということです。そして3、はいと返事をする。これがなかなかできなくて悩んでいる方もおられるかと思います。お名前を呼ばれましたらはいと返事をする。これが一つのマナーではないかと思います。そして4、拍手をする。さあ皆さんもご一緒に拍手をしてみましょう。そうです、拍手をすることによって拍手される方も、また拍手する皆さん方、私たち自身も何か幸せ喜びを感じられるのではないでしょうか。そして5、大きな声で挨拶をする。挨拶です。朝はおはようございます、こんにちは、おやすみなさい。このように人と人との人間関係で大切なのは挨拶なんです。私はあなたを愛しています、また愛されています。家族、友人、知人であればなおさら挨拶が大切ではないかなと思うのであります。さあこの5つのしつけ、私たち思考学園検体教の練成会研修会ではまず初めに皆さん方に学んでいただくものです。小さい子供から大人、またはご高齢の方でもこの5つのしつけ、これを心を込めてさせていただくときに、ああなんて幸せなんだ、なんてありがたいんだな、生きている、生かされているということをきっと感じられることだと思います。そこで私改めて本日この5つのしつけをお話しするにあたりまして、よーく見てみたんですよ。そうしましたら、この一番初めのニコニコする、これが私は最も大切ではないかなと思いました。すなわち笑顔ですよ、ね、笑顔が周りの方々を安心させ幸せにさせていただくことができる、この笑顔を持って、すなわちニコニコする、ニコニコしてこのうなずき相づちを持つんですよ。そしてニコニコしてはいと返事をするんです。ニコニコして拍手をするんです。そしてニコニコして挨拶をするんです。ありがとうございます、おはようございます。今まで私あまり意識しなかったですね。ニコニコする、うなずき相づちをする、はいと返事をする、拍手をする、そして大きな声で挨拶をする、それ一つだけを考えてました。いやそうではいけないんだな、やはり顔、自分の顔は自分の顔ではないという教えがある通り、私たちのこのニコニコする笑顔でもって、このうなずき相づちを打つ、はいと返事をする、拍手をする、大きな声で挨拶をする、こうすることによって2倍、3倍、いや10倍、いや100倍にもなるでしょう。私たちのこの行いがですね、私たち自身を幸せにするのはもちろん、私たちに縁ある方々にとっても幸せになり健康になることではないかなと思います。
まず私たちが一番寛大、一番自由に、一番心を込めてできるのがこの5つのしつけではないでしょうか。難しくも何ともありません。勇気を出していただければ、今まで暗い顔をしていたあなたが笑顔をすることによって、どれだけ周りの方が救われるでしょうか。あなたが早く返事をすることによって、ああ聞いてくださってるんだな、そう思われる方が増えてくるでしょう。あなたが拍手にすることによって、あなたの拍手は周りの方々の力になっていくでしょう。ですからこの5つのしつけ、分かりやすくて簡単でありますが、深い深い教え、思いがこもっているのです。最後に教義の5本から一つお話をしましょう。自分の顔は自分の顔ではないというお話です。さあ皆さん方の顔、私の顔、自分の目では見ることはできない。しかしその顔が周りの方々に影響を与えているというお話です。読ませていただきます。主様はいつも笑顔でニコニコしておられましたが、その理由をこう言われました。私の顔は確かに私の顔に違いないが、私はこの顔でどんな険しい表情をしていても、その表情を見ている私自身が険しい顔になるということはありえない。私は私自身の目で私の顔を見ることはできないからである。しかし他の人は私の険しい顔を見て、いい気がしないだろう、ニコニコしている人でも私の顔、険しい顔を見るなり、じくりとするのではないだろうか。私の顔は私の顔でありながら、他の人の心に大きな影響を与えているから、私の顔ではないのである。神様が私に顔を与えられた理由は、他の人が私の顔を見て気持ちよくなり、勇気が出て生きる意欲を起こすためだだけだったんだ。私たちは心ならずも自己中心主義の罪を犯して難しい顔をしていないだろうか。自分の顔は自分の顔ではない。本当に私たちのこの顔で幸せにもなり、不幸にもなるということです。その不幸は自分だけではなく、周りの方々も不幸にしてしまうということです。逆に私たちの顔がいつも笑顔でニコニコしていれば、周りの方々も幸せになっていくことです。さあ私たちは健康になりたい、幸せになりたいといつも思い願っていることでしょう。それはできるのです。必ず健康幸福になれるのです。神様はそうおっしゃっております。そのおっしゃっている神様が私たちにニコニコしなさい、笑顔でいなさい、そうおっしゃっているのであります。どうぞ皆さん笑顔になりましょう、ニコニコしましょう。その先に必ず健康幸福が、幸せが待っているのであります。これを深く深く学ばせていただくのが練成会であります。どうぞ皆さん思考学園検体教の練成会を学んでいただいて、さらにさらに健康幸福にならせていただきましょう。本日はこの5つのしつけ、特にニコニコする、このニコニコしながら他の4つも実践してみてください。繰り返しますが、この5つのしつけが本当に皆さん方のこれからの人生の支えとなっていくことを私は信じております。これでお話を結ばせていただきます。初めて聞いてくださった皆様、心から感謝いたします。ありがとうございます。